はい、どうものりまるです、今日は2016年の10月17日、週明けの月曜日ですね。今、夕方の18時を少し回ったところです。今回もね、シナリオ考察、チャート分析として、ドル円とオジ円の流れを踏まえて、実際にね、チャートの流れを追いかけていきたいと思います。今回もね、コミュニティで今質問させてもらった今朝の11時現在のチャートからということをですね、2016年10月17日、11時現在のドル円オジ円チャートを見て、週明けの月曜日です。先週末の開発力から窓を開けてスタートしたお昼前の値動き。似たような、ね、動きをすることも多い両通貨ペアですが、現在のチャートの流れから、それぞれ意識した方が良い部分はどの辺か、水平線ですよね、値段。じゃあそれは何でか。それを踏まえた上で今後のシナリオを立てようとすれば、どんなシナリオが考えられますかということをですね、それでは考えてみましょうということで、質問をさせていただきました。いつも言ってるんですけどね、そのチャートのシナリオ考察、チャート分析というのは、その100点満点の答えを出すのが目的ではなくて、実際にチャートを見ながら、自分の頭で考えていく、それこそが一番大きな意味合いがあるんですよね。なので、自分がこれから話すことが、正解ということでなくて、考え方の一つ。もちろんね、基本的な考え方、根底にある考え方は、基本エントリーとしてね、皆さん共通のこととして、押さえてもらっているので、似たような考え方にはなるはずなんですけれども、これが正解ということでなくて、考え方の一つですよね。正解の一つとして捉えてもらって、あくまで、その同じ部分を自分で考えた上で、どういう考えになったのかな。あまりに突拍子もないね、全くとんちんかんなことは良くないんですけども、それ以外のものであれば、根拠を持ってね、こうなったらこうやってエントリーしますと。こうなった時には、エントリーできないので、見送りますと。そういったものを自分の頭で考えるということが、何より大事だということをね、一つご理解いただいて、動画を視聴してもらったらいいかなというふうに思います。はい。週明け月曜日の値動きで、朝11時、午前中11時ですね。11時現在の値動き。オーストラリア円とドル円。の値動きです。はい。その時の画像がこんな感じでしたね。これはオーストラリア円の30分足です。AUDJPYM の30、こんな感じの値動きでした。先週末にね、この79円という、強力なレジスタンスラインを突破してきて、そこからこう、ね、週を開けて、こう窓を開けてからぐーっと、強く押し込んできたというか、下落してきた時のこの辺りの値動きでしたよね。それが11時現在の値動きでした。で、その部分を15分足で見ると、こんな感じになっています。はい。で、同様にドル円。こちらがね、104円っていうラインですよね。ここを突破してきたんですけども、その近辺でこう、もねもねやってるような状況。で、ここが週明けで、窓を開けて、こちらもね、同様にこう下落をしてから始まった、今週の月曜日でした。これが15分足ですね。はい。で、ここを実際のチャートを開くと、こんな感じ。今これ15分足を見てます。ドル円、10月17日、11時現在はこんなチャートをしてました。まずね、ドル円から見ていこうと思うんですけども、先週末からの動きでね、何度もね、考察動画をお伝えしていたので、流れの把握っていうのはできていると思うんですが、このね、104円っていうラインを、かなり意識されて、抜けてきたんだけども、この近辺でごちょごちょやってるようなチャートなんですよね。で、4時間足で見てみると、一度ここで実体レベルで抜けてて、これを踏まえると、ここのね、切り下げラインを抜けてきて、100円からずっと上昇してきたっていう流れで、この100円を突破しやすくなったのかなという動きにはなってますよなんてことをね、先週にお伝えしたと思います。この直近の高値を超えてきたってことですよね。冷やしレベルで実態で超えてきてるので、この104円というラインを、今後ね、超えやすくなったのかなという、そんな値動きでした。そこを週明け月曜日、こういったところでね、今観察していったわけですよね。こちらの方、週が明けてから、これ分かりやすく15分足で見ますけれども、週が明けてから、窓を開けてね、ぐーっとこう、戻してきました。売りが入ってきました。で、その売りが入ってきたのが、ちょっとこの104円っていうライン。これね、綺麗にこう反発したんですよね。でそこでもう一回大きい下落が入ったんだけども、ここで、再度、この104円っていうラインで、サポートされて、ぐっと、上昇していたところの値動き。こんなのを見てね、この104円っていうところが、意識されて、ここから、例えば直近の高値まで買っていくっていうのは一つの戦略として、ありだとは思うんですけども、今のこの流れですよね。上位足の流れで見ると、この高値を更新してこないような動きになってきて、加えて、先週ぐらいから、この104円近辺でこう、もにょもにょずっと動いてる。こんな動きを、まだまだしばらく続けるのかなという、それが一つですよね。で加えて言うと、この高値から、こんな感じの切り下げ、高値を切り下げてきている動き、プラスこう安値をこう切り上げてきているような動きになってきているので、今現状ね、その15分足とかで、104円からのサポートっていうのは、比較的狙いやすいとは思うんですけども、この上値がちょっと重たいですよね。なので、買っていくとすれば、ここから直近の高値まで、今もこれ、14時ぐらいにこれね、104円まで下落してきたんですけども、ここから直近の高値まで狙っていくっていうのは一つの戦略として、ありだとは思うんですが、大きい足で見るとね、動きがない。そんなのを踏まえると、この切り下げラインを超えてくるまで、もうちょっとね、ゆっくりとチャンスを観察して、この先にエントリーチャンスを伺っていくのがいいのかなというふうには思います。これがね、ちょうど、この先、おそらく今日の深夜、夜の、ドル指標だったりとか、深夜ニューヨークが明ける時間帯とかには、ここをどちらかに抜けてきそうな、そんな動きなので、そこは一つチャンスになる、可能性はありますよね。ただ、今のこの動きを見ると、大きくこう、ぐーんと、買い抜けてからね、ぐーんといくというよりも、このままこう、じわじわ、一度ね、ここを抜けてるっていうことを踏まえて、上昇していく可能性がかなり高いんですけども、それも小幅な動きでね、ちょっと狙いにくそうな、そんな上昇になっていきそうな動きにはなってくるのかなと。ちょっと狙いにくい状況はまだ続いているのかなというのが、今のドル円だと思います。ただね、今加えて言ったように、その104円っていうラインで今、サポートされているので、ここからの買いは狙ってみるのは一つ、戦略としてはありかなと。自分はちょっとここは、この持ち合いを抜けるまで我慢していこうかなというふうには思います。はい。ちょっとね、今日この後友人と会う約束があって、チャート見えない時間があるかもしれませんけども、ここ抜けたときはね、ちょっとエントリーしていこうかなというふうには思ってます。戻ってき次第ね、またチャートを開いてね、こんな感じの動画を撮れたらいいかなというふうに思います。ちょっと深夜になるかもしれませんけどね。はい、続いてオーストラリア円です。オーストラリア円。こちらも長期足の流れ、上位足の流れから見ていくと、これ4時間足ですね。4時間足で見て、長らく続いてきた、この、レジスタンスラインを突破してきたんですよね、これ。レンジを作っていた、この辺りで、こう、78円と79円との間で、こんな感じのね、レンジを作ってきたんですよね。結構長い期間。約2週間ぐらい、12日。ぐらいの間、レンジを作ってきたんだけども、それが先週末にね、こうずんと上に抜けたんですよね。で、上に抜けてから、こう押しも押さえてきた位置。この辺りで今週が始まりました。これを踏まえた上での考察ということですよね。これが17日の朝11時。この辺りのチャートですよね。ここを 30% してみると、こんな感じになってます。ここから始まった強い上昇で、こう下を抑えてきて、ドレンドを読ま窓を開けてからね、さらに強いこう下落になってきました。はい、これ、LINE でもね、Twitter とか LINE でもつぶやいたんですけども、気をつけなきゃいけないのは、この高値を作った、この押し安値ですよね。もちろん今現状、この79円ってところを突破していったんで、ここでサポートされて、これ上昇していくっていう可能性はもちろん十分考えられるんですけども、今のこの下落って結構強かったんですよね。うん、で、ここから押し込んできて、この流れがどうなるのかっていうと、ここの上昇を打ち消せるのが今のこの下落になったんですよね。これはもう波の性質で、自然の流れだと思います。で、一つ意識したいのが、ここですよね。高値を作った押し目。高値を作った最後の押し安値。ここっていうのは大きな意味があって、もちろんね、この79円というラインは、上位足で見てね、ここですよね。ものすごい意味があって、過去にも何度もレジスタンスされてますし、そこを突破してきてから、買いへの意識がかなり高まった場所なんですよね。うん、なんですけど、今現状の流れとして、ここを下回るまでは、この買いの目線が継続する、ダウ理論ですよね。継続するっていう波の性質があって、ちょうどそこのあたりで、サポートされた。これはなるべくしてだったような流れなんですよね。ここで、その長期足の、上位足のレジスタンスを突破して、かなりの買い意識が高まったっていうのが一番なんですけども、もちろんね、ここからこれが騙しになって、ずんと下がってきてしまう可能性はもちろん十分あるんですけども、今のこの流れを考慮すると、最終的にこの下落が、押し目ですよね。これが、ここまで、これ 100% 戻しですけど、ここまでの下落で、止まる可能性は、今の流れを踏まえると、高いのかなと。で、実際自分ここで一回買ってるんですけどね。78.8 ぐらいで一回、エントリーをしてます。これはツイッターでつぶやいてるんで、この辺りですね。見た人もいるかもしれませんけども、それで、ここで、押し目が入ってね、ここからずーんと上昇していくような動きを、狙ったわけですけども、実際にこの後どうなったのかっていうと、この辺りで揉み合いをしてしまったんですよね。もにょ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 。実際この最安値を作った最後の戻し、高値を超えてきてはいるんですけども、直前前のこの売りっていうのが結構強くて、この下降トレンドですよね。今見ている時間足、例えば30分足とか、15分足とか。で、ちょうどその、下落の波、売られやすいポイントで、売られていった。なんで、まだまだ、ここから、本格的な、押し目買いが入っていくのは、まだ先なのかなという部分に、なってきてしまったんですよね。こういうもみ合いが起こってしまったと。下からの押し目買いと、上からのその戻り売りが交錯してしまったので、これを見てね、一回決済をしました。で、その後、どうなったのかというと、結局、ここでもにょ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 動いてしまったんですよね。これもドル円同様に、こんな感じの持ち合いになってしまったっていうのが、一つです。なんでね、ここも、この範囲をね、どちらかでブレイクした方に、ついていきたいかなというふうには思います。で、冒頭の話ですけども、それぞれ意識した方がいい部分はどこかということで、もうね、言ってますけども、この114円というところ、ドル円に関してね、114円というところと、高値が切り下がってきているというところ、オーストラリア円に関しては、この79円じゃないですよね。でプラスもう一つ重要なのが、ここの高値を作った押し目。78.7 円とか8円とか、ここを下抜けてくることがあると、結局ね、ここがまあ騙しとなって、再度、このレンジ内に帰ってくるような動きになる。今4時間してみるとね、この79円、猛烈に意識されて、こう押し返されてますよね。これがまあはっきりと確定するのは、もうしばらく先で、それがおそらくここでね、持ち合いの決着がついた場所。今で言ったら79円から、この高値、79.2 円ぐらいまでの範囲の、レンジを作っていて、そこから、次の動き出しが、どうなるのかというところに、フォーカスが当たっていくのかなという感じですね。で、今現状はちょっとエントリーできる場所ではないんで、じっと観察しているところですけども、この先ね、こういった持ち合い、ドル円、オジ円同様に、持ち合いを抜けてくる場所が出てくると思うので、どちらの通貨もね、今、特にそうそられれば、今、上位足で、上にこう、かなり強い勢いでね、抜けてきた。直前前のレンジを抜けてきたということで、買いの意識はかなり高まってますよ。それを踏まえて、この切り下げラインをね、抜けてくるようなことがあるとすると、そこからこう、買っていくチャンスっていうのはあるんじゃないのかなというふうには思います。またね、この後、動画が撮れるようだったら、引き続きね、付け出しの動画として撮っていきたいと思うんですが、このままね、しばらく観察していきたいと思います。